アイアンワークスヒルの戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年12月22日と23日に起きた一連の小戦闘である。ニュージャージーのマウントホーリーで、サミュエル・グリフィン大佐の指揮するほとんどが、植民地民兵の大陸軍と、カール・フォンド・ノープの指揮する、ドイツ人用兵と、イギリス軍政機兵の軍勢2000名との間に、戦われた。 大陸軍の勢力600名は最終的に大勢のイギリス軍にその陣地から追い出されたが、この戦闘が起こったことで、ドノープは守備を任されていたボーデンタウンの前進基地に詰めておくことができず、さらにトレントンの基地にいたヨハンラールの旅団を支援できる位置にいることができなかった。この2日後、クリスマスの夜にジョージ・ワシントンがデラウェア側の都家を観光し、 ラールはその後に起こったワシントン軍との戦いで敗北した。ジョセフ・リード、民兵の活動を鼓舞する働きがあった1776年7月、ウィリアム・ハウ将軍の指揮するイギリス軍がスタテン島に上陸した。その後の数ヶ月間で、イギリス軍正規兵とドイツ人洋兵で構成される。ハウ軍は、ジョージ・ワシントン将軍の指揮する大陸軍をニューヨーク市から追い出し、 さらにニュージャージーからも駆逐していた。ワシントン軍は兵士の徴兵期限が切れたり、士気が低くて脱走者が出たりして勢力が小さくなり、11月にはデラウェア側の西岸、ペンシルベニアに退避し、イギリス軍がそれ以上その広い川を渡って追撃して来ないように川の船舶を全て排除していた。ハウス将軍はニュージャージー中に一連の前進基地を構築し、その部隊には 当期宿泳に入るよう命令していた。その前進基地の中で最も南の基地がトレントンとボーデンタウンのものだった。トレントンの基地にはヨハン・ラールが指揮を取り、ヘッセン・カッセルからのドイツ兵約1500名が駐屯し、ボーデンタウンの基地にはドイツ将校カール・フォンド・ノープが指揮を取り、ドイツ兵とイギリス軍第42不評連隊の総勢約2000名が駐屯していた。 ボーデンタウン自体は、ドノープ旅団の全兵士を収容できるほど大きくはなかった。ドノープは、兵士の一部をさらに南のバーリントンで、宿営させようと考えた。そこは地元ロイヤリストの支援が強力であったが、ペンシルベニア海軍の浮き放題が街を威嚇していたので、ロイヤリストの同胞を敵の砲弾にさらすよりは、周辺の田園部にその部隊を散加させる方法を選んだ。 ドノープトラールの前進基地はイギリス軍の外れにあったのでしばしば大陸軍の襲撃やパトリオット民兵隊の活動にさらされることになった。この民兵隊は自発的に結成されたものや大陸軍が徴兵した部隊もあった。それらの活動は何時どこで起きるかわからず、その部隊の勢力もわからない状況で、 基地の守備隊は神経をすり減らしピリピリしていたので敵の行動に関する噂だけで基地から飛び出していくこともあった。ラールは兵士たちに見張りについている時のように軍装を装備したまま眠れという命令すら出していた。1776年12月に立ち上げられたパトリオットの民兵隊はバージニア出身のサミュエル・グリフィン大佐が指揮する中隊だった。グリフィンは イズラエル・パットナム将軍の副官であり、フィラデルフィアの防衛を任されていた。その部隊は、正確な構成は不明だがおそらく、バージニアの砲兵、ペンシルベニアの不評及び、ニュージャージーの民兵で構成され、勢力は500内し600名だった。12月半ばまでにマウントホーリーの南にある、ムーアズタウンに到着しており、その部隊が到着したという噂は、 ドノープのところにも届いていた。ドノープが偵察に送ったロイヤリストは、勢力が800名を超えることはなく、半数は少年であり、ペンシルベニアからのごく少数を除いてすべて民兵だと、報告していた。第42不評連隊の指揮官、トマス・スターリングは、マウントホーリーには1000名の反乱者がいて、さらにその後方に、彼らを支援するための二千名がいるという噂を耳に、して、 その食料調達部隊を退かせ始めていた。ドノープがスターリングに助言を求めたとき、スターリングは、はい、ボーデンタウンにいる部隊をここに連れてきて、攻撃すべきです。我々は彼らと戦える力があると確信しています。と答えた。グリフィンは、マウントホーリーまで進軍し、ランコカスクリークの南、町の中心にある鉄工所に近い丘の上に庭にか、作りの取を築いた。 ペティコート橋の小戦闘を記念する名盤12月22日、ドノープは第42不評連隊が宿営しているブラックホースに行って、そこの状況を調査した。グリフィンの部隊がマウントホーリーにいることを知ると、ボーデンタウンに戻ってブラックホースからは警報の銃声を聞いただけだった。ドノープの日誌によれば、第42不評連隊の全勝部隊が、 ペティコート卿でグリフィンの部隊に攻撃されて交代させられ、その後に近くにいたイギリス兵とドイツ兵の部隊の増援があった。22日の夜、ワシントンの副官であるジョセフ・リードがマウント・ホーリーに来てグリフィンと会見した。グリフィンはリードにその行動を支援するための小さな野党を要請する手紙を書いており、ワシントンと共にトレントンのラール部隊を攻撃する。 作戦を検討してきていたリードはグリフィンの中隊がある主の陽動攻撃に参加できればという希望を持っていた。グリフィンは病気にかかっており、その兵士たちは意義のある戦闘を行うには装備が不十分だったが、翌日にある主の行動を起こすことに合意した。翌日、ドノープはその全旅団をマウントホーリーに率いていき、町の集会所近くに 約1000名の兵士を散加させた。両兵隊ヨハンエバルトは、100名ほどの兵士が、境界に近い、丘に陣を占めており、砲撃戦が数度交わされた後に、素早く退却したと報告した。マウントホーリーを占拠していた、グリフィンの部隊は、丘の上の防御工作が施された陣地にゆるりと交代し、その後両軍ともに長射程で砲撃を交わしたが効果は、なかった。 ドイツ人傭兵部隊のヨハン・エバルト大イドノープの部隊は12月23日の夜にマウントホーリーで野営した。エバルトによれば兵士たちは町を略奪し放棄されていた主店に押し入り酒を飲んだとされている。ドノープ自身はエバルトの証言によると素晴らしく美しい医者の未亡人の家を宿舎とした。その未亡人の身元は今も明らかではない。ドノープ隊は 明くる日のクリスマスイブに丘からパトリオットの民兵隊を排除しようと動いたが、グリフィンとその部隊は夜の間に撤退していた。どのような理由があったかはわからないが、ドノーープとその旅団は26日までマウントホーリーに泊まった。そこはトレントンから1日の行程である18マイル離れていた。12月26日の朝にラールの部隊がトレントンで、 ワシントン軍に敗北したという知らせを伝令がもたらしたのはその日の遅くだった。マウントホーリーで行われた小戦闘については過大に報道されることが多かった。その日のことについて交換された証言には戦闘に参戦した者の,の証言も含まれていた。あるペンシルベニア兵は敵軍の16名が戦死したとしており、またあるニュージャージー民兵は敵の7名が戦死したと報告した。 ドノープもイバルトも12月22日の最初の小戦闘でイギリス兵あるいはドイツ兵の中に損失が出たということを具体的に否定していた。しかしペンシルベニアイブニングポストでは敵軍に数人の損失が出ており戦闘全体で民兵の方には2名が戦死し8名が負傷したと報じていた。ロイヤリストのジョセフ・ギャロウェイを含め数人の報告者はグリフィンが 意図的にドノープをボーデンタウンからおびき出したと見ていたが、ドノープが攻撃を決断したのは明らかにリードがグリフィンの元を訪れる前のことだった。リードはその日誌に、このミサオ軍は完全に偶然のものだが、ドノープを引きつけるという幸運な効果があったと記していた。ワシントンがデラウェア川を渡るという作戦には、グリフィン隊がマウントホーリーで、 どのオープ隊を攻撃するために民兵隊を送る案も含まれていたが、その部隊は川を渡るのに失敗した。グリフィンの民兵隊が占領した丘は、マウントホーリー市のアイアンワークス公園にある。毎年そこでは戦闘の再演が行われている。ありがとうございます。